さて、やってきましたよ。上飯田駅ってことでね、何は平安通りの行き違いの列車かね。行き違いじゃないか。伏線なんで。走ってください。あれですね、駅の音がプルルプルルっとはないんですね、次は。で、エレベーターが、エレベーターを利用する方がずっと行きました。でそうすると、まあ、色が変わるんですね。黒色になるんだ。まあ、ここから先はこっちしか行く人いませんからね。こんな感じにいます。で、あ、まあ、味、まあ、味よしと変わったらいけないんですよ。ちなみに、ここのね、春日駅ってありますけどね、この春日駅もなかなかな癖物ですからね、一回ちょっとね、行ってみたいです。あの、小牧駅、犬山駅というのは、まあ、名前の通り、犬山市の中心駅。小牧駅は小牧市のね、もう中心駅でございます。対してですね、このね、春日駅というのは、じゃあ、春日井市の中心部にあるかって言ったらね、もう全くびっくりするぐらい、ど田舎なところにありますからね。一回だけ車でね、通ったことあるんですけどね、何これってね、なる、ところです。ちなみに JR の、春日井駅は、凄まじく大きいです。その差はね、あの、四日市の JR 四日市と近鉄四日市の比じゃないです。本当にね、全然ね、もう全くの別物って感じでね。あ、ちなみに駅名表、こっちはこんな感じで、名鉄風になってるんですね。なるほど。まあ、もともと名鉄の駅でしたもんね。さあ、はい、こんな感じですですね。まあ、本数も、まあまあ、ありますよね。あ、面白いな。こっちは、あの、市営地下鉄の時刻表の形式になってますけど、1時間に4分なんだ。20分ぐらい来ないんだよ。あ、10分来ないか。ね、こっちは。完全に名鉄の時刻表って貸すっていうね。ちなみに全部普通列車なんですね。で、あ、ありますね。さあ、降りてきましょうね。そう、一応買いました。こいつのね。さっきから取り出すたびにね、入れ替えて入れ替えてやってましたんでね。ここは何かあるのかな。一応それなりにいろいろあるはずなんですけどね、上飯田はね。車で走ったことは何回かあるんですよ。それこそ春日井とかね、小牧行くときに、あっちに仕事で行くときに通ったことはあるんですけど、上田駅前どんな感じなんでしょうね。あ、改札は完全に名鉄の感じですよね。ガシャリンかちゃんと通れますね、名鉄の改札でも。それは当たり前です。で、ここからちなみに春日井は230円、まあまあかかるな。230か、そうかそうか、まあ覚えておきましょう。で、チャージ機とかは基本は、あ、でもこれ名鉄っぽいな。名鉄のあれですよね。試しにチャージしてみましたけど、完全に名鉄のあれですね。切符の色も名古屋鉄道ってもう書いてありますよね、ここに。ということで、上飯田は まあ、完全に名鉄ですもんね。この辺りのね、案内表とかも実質上飯田線使用の駅ってないんですよね。平安通りも名城線使用ですしね。あそこのホームが一応上飯田使用な感じになってるってなってるのかなっていう感じですね。上飯田、なるほどと。さあ、で、一応こっからはね、結構芝忘れてるんですね。いろいろと出とって大曽根までもあるかな。ありますね、めちゃくちゃありますね。大曽根行きますね。山田を通ってくじゃないですか。なんと上飯田か山田山頂向ける大曽根行けるじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。山田ってきっと素晴らしい街でしょうね。何せ山田ですからね。さあ、そんなことは置いといて、ちなみに どれぐらいあるんだこの青。北巡回、右回り、こいつか。北巡回、右回り。だと、1時間1本か。おお、これはちょっとなかなかハードル高そうですね。なかなか山田への道は険しいですね。右だから、左回りやと、あ、全然あれですね。志賀公園とかあっちの方まで行っちゃうんだ。はあ、
名塚で書いて何か駅ありましたっけ、名塚に、鶴舞線に。名塚駅なんてないですよね。よし、まあそんな感じですね。一応鶴舞公園まで行けるんですね、こいつで。さあ上がってきましたよ、神井田駅ってことで、ね、上にはね、名鉄神井田ビルってビルがあるんですね。で、なんか上に登ってくる、えらい立派な階段もありますね。ヤングドライブありますけど、ここはあれなんですね、スーパーマーケットの三河屋さんが入ってるんですね。あのね、三河屋さんっていうとね、もともと精肉屋さんでね、パワーズとかっていうのをね、一時期あの四日市にもパワーズってあったじゃないですか、富田のね、今トライアルになってるところ、あのパワーズとかを運営してたのが三河屋だったと思います。こっちはあるんですね。結構三重県の方はだいぶ撤退してしまいましたんでね、神井田、あ、これはもうここ止まりということですね。なるほど、結構いろいろとあるみたいですね。あれ上に登ったところに何かあるのかな、面白い構造ですよね。そこすると登ってく道路なんか余ったり、これ確か自動車専用道なんかっちゃったかな、コーナーってなってますけど、上どうなってんだこれ、ちょっと見てみましょうか。なんか独特な空間が広がってますね。じゃあこっちも三河屋なんだな。こっち出たところ何かあるのかな。なんかえらい古めかしいやつとかもありますけど、ね、南地下フィーチラットって、あれここ？あ、なんでしょうね。お店かなんかだったのか、でもコーナーってなってますからね。あれか、地下になる前ってこっちに駅があったんでしたっけ。これあれかな、屋外駅になっとって上に駅があったとか、そういうあれかな。さあ、地下出ました。フライボーなんかあるんですね。で、ああ、うん、三河屋用の駐車場か。で、そうですね、店舗駐車場ってことですね。でこんな感じで道がちょっと独特ですね。犬山に曲がって犬山に行く用の、まあ、手前に右に曲がる、で空港線の41号線の方行くには奥を右に曲がるというのは、なかなかね、なかなかエクストリームな、ね、構造なんですよ神井田ね。この上、こんな感じね。しかも裏通りかな。結構、駅舎すごいですよね。上は住宅になってんのか。で、あれなんですね。住宅が、ベランダはない感じなのかな。なかなか、でかいですよね。結構大きい住宅。そこの前のね、マンションも相当でかいですしね。これあれですよ、あのこの規模のねマンションね、あの小包ね、U パックとか宅急便とかね、配達に行くときね、うかつにね4灯炊いてねずっとやってるとね、あのねバッテリー上がっちゃうことありますからね。一回私もね4灯炊いてねこう止めてね配達するとき、その時にちょっとトラブルがあって、そこでね小1時間時間取られたんですよね。そしたらね、小1時間はオーバーかな、30分以上はねでも取られたんですよ。そしたらね見事にバッテリー上がっちゃってね、さらに配達もできなくなってね、もう悲惨でしたからね。あの時結局午前して配り終わったのが2時とかでしたからね、もう本当えらいクレームになって、もうたまったもんじゃなかったでしたけどね。町のパッチ屋さんやってるんですね。すごく変わってますね。新価格 1.2582、 新価格 6.25 スロー、 6.25 って6.25、 なんで 6.25 なんて数字になったんだ。6、4、24、20、あ、そうか、25辺。いや、これなかなか計算大変そうですね。
25円で 4枚、25円で4枚だから100円あたり8枚か、100円あたり8枚やから、そうか、1000円 1K の投資で20枚、 8? 40枚出る計算なんか、あ、そっか、それで 6.25 か、あ、なかなか、ピーキーな攻め方しましたね。でこっちの方に来ると、まあ、松屋もありますし、ね、ローソンもあるし、まあ、いろいろあるのありますよね。スシローなんかも奥に見えますね。でこっちにはバスターミナルがあるんだ。市営西上飯田荘、そうって名前の割には相当でかいですよね。でバスターミナルがこっちにあると。ははは、だから、あ、立派な作りですね。ここがバスターミナルになってるのは大きいな、上飯田のバスターミナル。でこんな感じで、まあ免疫にも直接行くやつとかあるんですね。堺にも行けるし、ね、安島、まあ堺は直接、あ、行けないんだ、上飯田は。そうか、そうで昔はですので、ここが終点駅になっとって、この地下鉄に乗り入れもなかったんで、ここの多分バスターミナルも相当フル稼働だったんだと思いますよ。こっから電車に乗って来たお客さんが一斉にちりぢりにならないといけませんからね。でこれは木曽路如意坂お前、鶴間公園なんかにも行けるんですね。バス来たら乗ってもいいですね。土日エコ切符なんで、市バスの方は何でも乗れますからね。さあ時間とあれを見てみましょう。揺れるなら大通りに寄ってもいいんですけどね。今11時36分、だと、あ、34分、名古屋駅行きは行っちゃいましたね。こんなルートなんや、上飯田に行くのあったんですね。大曽根には寄らないね、面白いな。こっちだと、これも名古屋駅、11時20分は通勤しばらく来ないな。堺行きは11時45分、まあこれは、あ、着信が入っちゃった。名駅に出た方が良さそうかな。安島住宅行きが入ってきました。これはもう全然ね、地下鉄の沿線から外れてっちゃうはずなんで。さあ電話かかってきましたね。はい、お疲れ様です。はい、今、バスになるところ分かった。じゃあ俺もバスにでも乗るわ。どこ行きがいい？今安島住宅行きが来てるけど、今ね上飯田の方にいる、大曽根の方。ちょっといろいろと撮影をしにこっちの方に来とったもんで、朝から。大須集合な、分かった。じゃあ分かった。じゃあこっからそのまま行っちゃうわ。はーい。すごいですからね、12時の集まりが今集合場所決まりましたからね、本当に。で、大須に行く、大須ってことは上、鶴間公園の方行ったらちょうどいいけど、鶴間公園の方行くやつはなんだ、あ、こいつだ。なんか11時39分、あ、行ってんな。見事に行ってますね。次12時10分、ちょっと、まずいな。さすがにちょっと本数がね、本数でしたね。堺行き、堺行き11時39分、11時45分、ああ堺行きは来るな。堺行きで抜けてみますか、新森山行き。いろんな行き先が来ますね。せっかくだから堺まで移動してみますか、バスで。よし、これ上飯田始発でしょうからね。一番のベストアンサーはここからもう一回平安通りまで普通にバスに乗って、あ、バスじゃなくて電車で行って、でそこから名城線に乗ってしまえば一番多分問題ないんでしょうけど、こうなったら意外とね、大須集合やからね、堺からまで行ったら堺からね、いろいろどうにでもなりますからね。なかなか逆に言うと
こっちの路線バス路線に乗ることも少ないですから、乗ってもいいんじゃないですか。これ全部公団なんですね。市営住宅だったんですよこれ。へえ、すごいな。荷物の配達ってどっから入るんやろうね。このマンションの入り口がさっぱり分かりませんね。まあ多分別にあるんでしょうね。まあ、どちらにしても住宅地も非常に多い。まあね、交通の便はいいとこですからね。パーキングとかもありますけど、値段どうだ。よいしょ、横着します。1日600円。あ、600円だったら安いな。そうですね、いいですよね。この辺りはで、いざショッピングモールって言ったら、イオンモール、矢田のイオンモールとかありますしね。大曽根の先の、あの名古屋ドームのね、あのイオンとかありますし、こんなのちょろっとバスや、あそこやったら駅前ですからね、移動しても行けますし、便利ですね。ああ、便利だ。いいですね、ファミリーだ。名駅まで1本のバスがあるっていうのもいいですよね。境名駅、どこにでも一発で行けるってね。犬山の方にもね、一発で行きますし。おー、来た。おー、境行きですね。ゆっくり引っ張っていきましょう、境まで。